ザトル公国、クシエス・ザトウスキー・ヘティソクトゥーム・ゼイター・ザトル公国は、中世ポーランドの分裂期の後に成立した、シロンスク公国軍の一つ。首都はザトル。ザトル城・ザトル公国は1445年、12世紀のポーランド及び、シロンスク公国の分裂の後に成立した。オシフィエンチムコ・カジミエシュ一世から公国を継いで11年、たった3人の兄弟たちは、国を、 分割統治することに決め、長男のバーツラフ一世は、ザトルの地を治めることとなった。1468年のバーツラフ一世の死後も、広告の分裂は続き、1474年に、彼の息子たちカジミエシュ二世、バーツラフ二世とヤンゴセイブアディスワフトで広告は、スカワ川を境に分割統治された。しかし、カジミエシュ二世の死後二つの領域は統合され、 1494年、最後の生き残っている兄弟として、ヤンゴ星はたった一人の統治者になった。ヤンゴ星には相続人がいなかったので、同年に彼が死ぬまで公爵のままであるという保証のもとで、ポーランド王やニッヨルブラフトに広告を売ることを決めた。ヤンゴ星は1513年に殺され、ザトル公国はポーランド王国に併合された。 1564年のポーランド通常議会において、ジグムント2世アウグストは、ポーランド王官僚の一部である、ザトル公国とオシュフィエンチム公国とザトル公国を、クラクフ県のシロンスク軍へと併合することを承認した。ただし、その後もポーランド王は両公国の公爵の称号を保持し続けた。ザトル公国の給料域は1772年の、 第一次ポーランド分割に伴って、ハプスブルク君主国が支配するガリツヤロドメリア王国の一部となった。オーストリアのガリツヤの一部であるザトル公国とオシフィエンチム公国であったが、1818 18年から1866年までドイツ連邦に属していた。ヨーゼフ2世以後のハプスブルク家の新生ローマ皇帝とオーストリア皇帝は、皆自らの公式称号の中で、 ザトル公を名乗っていた。1918年、ザトルがポーランド第二共和国領に組み入れられると同時に、この形式的な称号も廃止された。シロンスク・ピャスト家1494年にポーランド王に売却され、1564年にはクラクフ県に編入され、広告自体は消滅する。ハプスブルクロートリンゲン家1772年の ハプスブルク君主国による併合に伴い、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝が1918年までザトル公を称した。ありがとうございます。